夢かな。なんだ、考えるだけで操作できるぞ。敵かな。それにしても確実に夢だな。これデスマーチ中に寝てるときに夢の中でデバッグするのはたまにあるけど。あっ、でかい。何これ、焼けるように熱い。本当にここは夢の中なのか。鈴木さんもまた休日出勤っすか。まあね、この程度のことは覚悟してるよ。さあデスマーチの始まりだね。ちょっとテストしておこうかな。30時間ぶりに眠れる。今は睡眠こそジャスティス。その声の確かに聞こえた。強く強く。サトゥーです。働きありと言われる日本人らしく仕事漬けの日々を送っていましたが、ここではないどこかに逃げたいと思うほど追い詰められてはいないはずです。忙しい分やりがいも感じていたのです。本当ですよ。